只見線の全線再開で話題の奥会津。豊かな自然を存分に体感してもらおうと新たなアクティビティが始まります。一足先にその魅力を記者が体験してきました。去年災害を乗り越え全線で運転再開を果たした JR 只見線。その只見線沿線で観光客から人気を集めているのが只見川で運行されている無限橋の渡しです。かつては住民の生活の足でもあったこの手漕ぎの渡し船、昔の風情そのままに船に乗って只見川の周遊を楽しめます。新緑が本当にね綺麗で、水も綺麗だし言うことないですね。静かだしね。都会に住んでるとねビルだけなんでね、やっぱり緑がいっぱいあるのはとってもね嬉しいですね。自然豊かな只見川、その魅力をさらに楽しむ新たなアクティビティがスタートします。こんにちは、よろしくお願いします。紹介してくれるのはアクティビティ奥会津の金沢二郎さんです。今年からカヤックツアーをここで始めます。それは無限橋カヤックツアー。カヤックと呼ばれる小舟に乗って只見川の川下りを楽しもうというものです。シーズン通してここで生活をして、春から秋にかけての自然の中で、こういうことが可能だということを、1年目で、確信をして、国の内外でおよそ10年カヤックツアーのガイドを務めてきた金沢さん。およそ2年前に金山町に移住し、自然豊かな奥会津を多くの人に知ってほしいとカヤックツアーを始めることにしました。一足先にその魅力を記者が体験します。基本は手ぶらで来ていただいて問題ないかなと思います。レインウェアや長靴など必要なものは全てレンタルで揃えられます。只見線に乗って手ぶらで来ても大丈夫。水面に入れて前から後ろに水を引っ張ってきます。そうですね、初心者でも安心。漕ぎ方を習っていざ只見川へ。すごい。普段車の上からでは見られないこうした大自然を近くに感じることができます。水辺にも近いのでとても気持ちいいです。360度見渡す限りの大自然。只見川は川の流れが穏やかなので水面はまるで鏡のよう。木々が映り込みます。でここが沼沢第一発電所の跡地です。ここに水が流れてきてた。渡し船の船頭もしている金沢さん、町の歴史や自然についても詳しいんです。ダムとダムでせき止められているので、こんだけ川幅と水量があって、でこの自然ですよね。この自然を皆さんに知っていただけたらなと思って。無限橋と呼ばれる由来となった幻想的な川切りが楽しめるほか、秋には色とりどりの紅葉が一望できます。また時間が合えばカヤックから只見線が見えるかもしれません。さらにコーヒーブレイクにしますか。大自然の中でコーヒーを飲むという贅沢な時間も味わえます。只見線も昨年オープンして、間もないし、奥会津の自然を感じてもらって、福島県の奥会津にこういう、いいところがあるよっていうのを感じていただいて、遊びに来てくれたらいいかなと思ってます。奥会津の魅力を発信するこの無限橋カヤックツアー、完全予約制で
ウェブサイトや電話で予約ができると